はい、森糸着いたっすか。着いた着いた。あ、インサイズのおぉイスズミのなんとかイサキ、なんとかイサキ、天竺イサキだっけ。天竺イサキ、こう美味しいんだよね、これね。三角形だ、三角形。おぉすごい。天竺イサキ三角形ですね。バンバン人なにこれ、あんま。おぉイラブチャちっちゃいラブチャ。お腹がピンクだけど、本当ピンク。お腹だけピンク。すごい。日本目でもいるんだね。ちょっと違うっすね。これちょっとちっちゃいから逃がしましょうね。オッケー。寄ったげさんヒット。いいよ、もっと立てよ。あ、今日初フィッシュ？初フィッシュだな。ギンギンこれ。あ、ガラ。カスミだ。カスミちゃん。大物。え、綺麗。色が超青いね。青い。すごい沖永良部のかすみちゃんも綺麗だね。見て水色背びれがすごいね。青っていうよりもめっちゃ鮮やかな青。綺麗綺麗だね。コバルトブルーってやつですね。こんなちっちゃかったんだね。これ釣り図鑑乗ってるよな。乗ってる。まあこれはじゃあ餌に。お塩さんがでやったらでかいの。でかいのでもやったな。7キロでしたっけ。でっかいやつ。はい、じゃあおめでとう。ありがとう。あ、いいフッキングだね。口にかかってるちゃんと。なるほど。ってことでひっちゃんさんたちが今反対側にいるんですけど、ポイント移動してきました。でちなみに今こちらのポイントは沖縄メジナ牛グレが釣れるみたいです。なので早速狙ってみたいと思います。回遊魚とか当たったら面白いですけどね。ちっちゃいんだよね。おじさんボーイ、おじさん釣れました。かわいそうなことにメスでもおじさんですってことでリリースします。広沢が釣れました。シーサーみたいな顔してますねこれ。ってことでリリースします。やったー。大きい大きい。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。何ですかこれ。三の字ですね。三の字。三ちゃん、三ちゃんです。三ちゃん釣れました。でかっ。久々に、あ、これ図鑑。誰も釣ってないかも。マジ？うん。三の字って言って、うん、ここ見て。一、二、三って、三っていう漢字。ああ、ええ。まあ、ここ五からなんだけど。三の字ね。そうそうそう、三の字。A さんの字って言われてる。じゃあ、ありがとうございます。はい、先ほど釣った魚がこれ、三の字。これ？あ、三の字って言わないんだ。なんて言うの？ニザダイっていう魚。やったぜ。やっと一種類。やったぜ。ここ埋めたのでかい。おめでとう。ありがとうございます。モリト。サイズ。ああやばい。出てる出てる出てるそう。おお。これ店長好きって言ってなかった？好きって言ってたね。店長が好きなやつ。店長好きなやつ。釣り具屋さん、釣り具屋の釣り具屋店長大好きって言った。しかもこれ白い尻尾のライン。お、あったっけこんなの？あったっけ？そうかじゃん。あ、これか。もうあれですね。もうモリモリさんがモリモリ。モリ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 って書いてる。お気に入りの赤ちゃん。モリ釣ったみたいですね。オキメジ。こちらオキナメジナですね。これもグレの友達です。グレの友達。メジナ。沖縄グレ。これもっと大きくなるんですよね。うん、さあ図鑑に載ってるのか。あいた。さあサインを。開いてるじゃん。開いてる。ってことでこれでね2週目2週間1日2週の目標は達成してる、ね、達成してるね、うん、これいいね。来たかいあったね。なかなか沖縄では釣れませんからね。
これは嬉しい。小さいんでリリースしていきましょうね。これもほらライン入ってる。ピッて綺麗に入ってる。おめでとう。よし、あと一種釣りたい。寄った毛が寄った毛がつで頑張ってるんですけどね、釣れてほしい。さあ、モーリーヒット、いいサイズ。これはいいサイズかもしれない。さあ、あ、赤い、あ、赤ブチャ、赤ブチャ。あ、これタモ、タモだ。赤ブチャ、これ図鑑載ってない、珍しすぎて。マジ、よっしゃー、まずはタモ入れました。おめでとう。あ、これだ、これ超ピンク、はい、あ、あ、これだこれだ、これだ、やった、イエーイ、やった3周、3周、あれ、色変わった、なんか、ピンクなってる、ま、真っ赤から美味しそうなピンクなってる、美味しそう、やば、生でかじりたいくらい美味しそう。一文字ぶだい、見てこれ、ここ一文字ぶだい、この色、こっちどう、はい、これはい、確定、一文字ぶだいだ、一文字ぶだいって言うんだ、はい、これでいけば、でっかい、見てこの太鼓、めっちゃ太ってる、そして見て、なんか俺に似てます。若干似てんね、ピッチャーさん、前歯、あれ、前歯割れてる、スキップなってる、スキッパこんな感じ、かわいい、前歯出てかわいいね。今の気づいたら釣れてたやつだ。釣れました。エビスですね、トカリエビス。これもしかして、これはだいぶだいぶモリモリさんの船で釣っちゃってます。あ、そうなんだ、夜釣れるの。じゃあこれリリースします。はい、さあヒット、さあ結構でかい、さあ、バンバンの出島が釣れてるか、いっていいっすか、出島が釣れるわ、気持ちいい。やばいやばい、まだ見えない。さあ、なんだろう、あ、クキメチだ、お、でかゲット、おめでとうございます。さあ、拍手喝采ですね、後ろの見に来てくれました。はい、すごい、でかいやつ、さっきのの進化系、さっきのでかいバージョン、釣ってる、さっきのでかいバージョンですね、これ。口が鯉みたい、噛まれたら絶対痛いでしょ。はい、これ大当たりですか、深瀬で。もちろん。大当たりです。太鼓がすごいね。でかいね。太ってる。美味しいですか、これ。僕ら美味しい、まあ美味しい。沖縄でこれなかなか釣れないよね、いるけど。なかなか。牛グレ。ちっちゃいよね。牛グレ。牛のように大きいね。そこから来たのかな。鯉みたい、本当に口が。口が鯉。事務所の池に入れるか。いいね。仲間入り。まさかの錦鯉の仲間。はい、ラストチャンス、ラスト5分から10分ぐらいやって場所移動しましょう。ヒット、ヒット、でかい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 、よったけさんがヒット。俺今日さ、あんまり負けてないけど、よったけさんがさ、でかい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 、出島が釣ってるわ、タモ行くぜ、お、でかいでかいぞ、頑張れよったけさん、待って待って待って、落ち着け、無理無理にやらないで、お、浮いてる浮いてる、魚 今キープ、今キープ、今キープ、おめでとうございます、イエーイ、すげーすごい、ナイスサイズ、諦めなかったね、さっきと一緒だ、さっきと一緒だね、はっ、でかくない？一文字ぶだい、一文字ぶだい、一部、諦めなかったらやっぱり魚はついてくるんだね。こちら、やったー、もう最後ラストだったかな、おめでとう、サファルみたい、あの、バス持ち、バス持ちはダメだわ。バス持ちはダメだよ。おめでとう、やったー、ナイスサイズ、かっこいい、今日一の楽しかったでしょ、楽しかったでした、すごい、いいね、まあ、タイミングも良かったし、そろそろもう行こうか、そうですね、オッケー、片付けしましょう、はい、おめでとうございます、すげえ、一文字はやった、はい、こういう風にね使ったら片付けましょう、じゃーん、繰り返していきます、はい、はい、これからね、はい、堤防、最初行った一文字みたいなところ、はい、船で、うん、行こうと思ったんだけど、うん、風が強いと、そうですね、県庁さんが風強いからちょっと厳しいんじゃないかな、厳しいんじゃないかなってことで断念してたんですよね、釣り屋さんで、はい、そしたら、なんと
サメがいるよっていう出没してて、はい、サメ退治してくれんかって言われちゃった。そう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 、ということで急遽なんですけど、サメ狙い、サメ狙いで行っちゃいますか。行きましょう。はい、行っていきましょう。行きましょう。はい、サメポイントに来ました。行きましょう。こちら来ました。ここでね、深瀬釣りできるんだけど、はい、釣ってもすぐサメが横取りするんだって。パコーンってくる。で、ちょっと気になるのがあるんですよ、あちら。何ですか。リュウツさん、これ説明してもらっていいですか。これですね、要は誰かが仕掛けた仕掛けなんだけど、これはもう完全にサメ退治用の仕掛け。サメ退治用で、これは本来電車のゴムですよね、これは。そうそうそうですね、チューブですね。これをくくりつけたらじゃないですか、自転車のタイヤ。これは本当は繋がってたんですよ、こうやって。はいはい。でここに紐つけて、ワイヤーつけて、餌をつけて、で投げとくんですね。いや、放置。放置。へぇー。だからこれが、いやクッションゴム。ああ、なるほど。で、これで体力つけて、で、上がったら、死んで、そうですね。アップから回収という退治方法。退治方法。退治方法。あ、これもじゃあ、そうそうそう、同じような。すごい。あ、これは切られてない。まだ切られてない。けど切られそう。これ無理だろもう。ほら切られそう。一発かね。こういう釣り方があるんだ。新しい。チューブで釣るって。面白い。今度やってみたいね。やりたい。チャンスがあれば。ただね、あとは回収してほしいけどね。そうですね。そうですね。片付けは。片付けはやった方がいいですね。はい。サメ用タックルですね。こちら。ドン。こちらね、沖縄本島で中古で買ったやつですね。すごい。カジキがいる。カジキ用なの？つまりカジキも釣れますよっていうことで。で、こちら P ラインが30号、 360m ぐらい巻かれてます。で、この竿ヘド1号っていう竿なんだけど、うん、これはね、釣り基地の店長さんからお借りしました。うん、竿先見て。俺の足ぐらい太いんじゃない？太いね。太いよね。もうこれはもうすごいぞ。ワイヤーこれでかいね。で、これ針がこれ、はい、こうもこうやったらフック船長ですよ、完全に、はい、こうやったらぐらい大きいよね。大きい、それぐらい大きい。サメ出てこい。これで匂いで、匂いでサメがやってくるわけね。餌は今日使ってたスルルのキビナゴね。キビナゴ、はい。食うぞ、食うぞ、食いそう。あ、U ターンした。見えてるな。見てる見えてる。あ、食った食った、怖い食った食った。飲み込め。いけ。来たー。来た。うわ、来た。あ、残念もね、また来週。そう。もう一回チャレンジ。はい、いいサイズのダツが釣れました。お、じゃあ早速。やった。まあまあ、泳がせできるぜ。じゃあ早速これ、泳がせます。キュイ。はい、こんな感じ。こんな感じね。やっとだぜ。男の夢シリーズ。うん。沖の方に、ね、泳いだらいいけどね。はい。おはようございます。よし。寒い。超寒いだろ。寒い。だけどこんな寒いの分かってか、うん、リスナーさんがおでんを差し出してくれました。おでんもらいました。え、そう、おでんできたで。はっ、だから熱いよ、下さ。あ、あったかん。熱い。入ってます。いただきます。寒いな。よかった、体温まった。めっちゃ美味しそうじゃん。うん、いただきます。ガチおでん、大根うま、身がうま。うん、優しい。うまい。あったかい。リスナーさんと結婚したい。うん、男だったけど。それめっちゃ美味しい。このおでんで火傷したい。バンバンヒット。朝一。いいサイズ。霞、あ、いいね。霞味いいじゃん。ありがとう。おめでとうございます。さあ、行きましたね。おお、元気。ほら、泳いでる、見えるかな。で、あとはサメが来るのは松茸です。めっちゃ泳ぐ。泳ぐね。今、当たりが出ましたね。車行って。うん、ついてるね。ついてる、ついてる。
乗ったか。乗った。お、乗った。なんだろう。おお、お、お、何？え？え？何これ？あ、なるほど。何これ？ゴミか。ゴミが掃除した。そう、ゴミが絡まって当たりが出よった。そういうこと？残念でした。だめ。恥ずかしい。いいことしたら。長靴つるぐらい恥ずかしい。ゴミが釣れた。釣れた。乗ったか。乗った。お、乗った。久々の鳥だったな。長靴釣るより恥ずかしいって。ペットボトルなの。しかもだいぶ古いペットボトルじゃないこれ。そうだな。すごい。これは処分片付けます。ゴミ取りするってよかった。寄ってきた。ゲイ。はい。ポリウッド。これは。うわ、やばい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 。逃げ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 。